あの昨日あるところでねその数学と物理の関係について議論が起こってたんですよで、えー、とよくある世間であるのが数学というものが普遍的で,であの数学的な構造が宇宙を作っているとで、まあ、数学の方が上より物理より上というね、まあ、ざっくり言うとそういう考え方ってよくあると思うんですよ。え物理っていうか物理的な空間とこういう考え方ってよくあると思うんですよね。で僕はあの逆のことを思っていてい 数学はむしろ狭くてで物理の方が広いんじゃないかなってこういう風に思うことがあるんですよ、ね。こっちの方が実は成り立つんじゃないかなってでその理由をこれからちょっとお話したいんですけどであの物理学っていろいろ変なことがあるんですよ。であのまずその次元っていうのがですねすごい変なんですよ。例えば何でもいいんですけどえっ、ー、と e=mc スクエアでも何でもいいんですけど。 この次元次元という概念がものすごく変なんですよ。で、これはあの要するに数学的に言うと要するに実数の、ね、実数 R の中でいろんな写像があるってだけの話なんですけど、この次元解析ってあの高校物理でも出てくる概念なんでお若いなと思うんですけど、つまりある方程式をあの立てるときにこのそれでれこれ例えばエネルギーこれ質量ですねだからキログラムっていう次元があって例えばこれが c だから メトルパーセックっってていいう次元があるっていうでこれを次元を解析することによってほぼ方程式の,あの形が決まってしまうっていうことがあると。この次元っていだから数学にはないっていうかだっ,てだって実数から実数同士の写像があるだけだからそこには次元っていうものがない。だか,だから次元っていうものがあるところで物理は数学よりも汚いんですよ。汚いんだけど汚いからあの 物理の方が数学より広いということも言える。いろいろ変なことがあってですね。例えば、あの、線光波、遅延波ってある,あるんですよ。あの、これは、あの、例えばですね。あの。線光波、遅延波っていうのは。ええー、円。<laughs> 遅延波、かける、まあ、遅波ね。いや、漢字書けないね。あの、要するに、あの、例えば、なん、何でもいいんですけど、惑星の方程式でも、何でもいいんですけど、例えば、あの、電磁波の。 回が一つの点から広がっていくっていうのは普通にある回じゃないですか。その、なんていうの。こんなふうに、これが、えっ、ー、と、遅延波ってやつですね。つまり、えっ、ー、と。ここから光が出て、で、時間とともにこうやって広がっていくのが遅延波なんですけど、先行波って逆に。お、久しぶりだからね、こういう機能するの。先行波、遅延波、逆じゃない、まあいいや。こう、要するに、一点から広がっていく形の、えっ、ー、と、波動の回と。その。 周りから集まってきて、一つに収束する波動の回って、両方あるわけですよ。ね、で、これは惑星の方程式の回としては、両方あり得ると。で、時間の反転に対しても対象なんで。数学的世界ではそうなるんですけど、物理的世界ではなぜか、この広がっていく。回、遅延波はあるんだけど、先行波はないわけですね。つまり、周りから光が、あの、宇宙全体からわーっとこうやってやってきて。それで、一点に集中してしまうということはないと。それから、例えば、熱医学の第二法則。あの。 だから要するにエントロピー、S、が必ず増大すするってやつですねこの,この時間とともにあのデータ T の間にデータ S が、えー、と必ず正になるというねこれも、えー、と要するにまあいろんな議論があってもうこれもう本当に不思議な話でいまだにいろんな論争があるんだけどまあいろいろその宇宙の境界条件に基づいてんじゃないかとか,、まあ、だからその要するに初期条件が。 どうなりか特殊な状態だったんじゃなかったらいろんな議論があるんだけど物理法則として本来数学の世界だとエントロピーってのは増大する回と減少する回が両方その対象になかったらおかしいんですよね。とかあとその量子力学におけるプレディクションとリトーディクションというその話があってその波動関数が収縮するってこと自体もなんかすごく変なことなんだけどコペンハーゲ解析とか 最近の流行りのキュービズムっていうあの俺から見るとくだらないごめんねあのコンタムベ,ベイジアン要するにベイズ的な話を量子学に入れてるまあ俺から言わせるとくだらない議論があるんだけどごめんねあのでそのキュービズムみたいな話があるんだけどその量子学でその何てか波動波速は収束するっても変だしそれからその、えっと、プレディクションとリトルディクションが違うんですよサトシ・ワタナベっていうあのハワイ大学に逃亡しちゃった 先生がいるんですけどなんかその僕が聞いたところだと女の人とハワイ大学に逃亡したって話を聞いたことあるんだけどサトシ・渡辺さんが「レビュー・オブ・モダン・フィティックス」っていうまあ雑誌に書いてるこんな長い論文があってそこでその量子医学において未来を予測する現状から未来を予測するってことと現状から過去を推測するっていうそのプレディクションとレトルディクションが非対称だっていう話をしてるんですよ。 ここういういいいいととろろ考えていくとですねあの物,理物理的宇宙,宇宙って数学よりも汚いんですよ何かがまとわりついてるわけそうじゃないとこの世の中って成立しないわけだ有名な話としてその、えー、とそのニュートン力学においては別に質点としてこれ記述すればいいわけじゃん数学的にはそれで終わりなわけじゃん何でここに七味とお子七味唐辛子があるんだろうか、えー、とこれがこうやって動くってことは別に物理的にはさ あのそういう視線がこうやって動いててまあでも合体運動でうんちゃらみたいなのがあるわけですけどねだけどこれがが安定して存在すすするるこことを説明たためには量子力学が必要だったわけですよでよれちょっと誤解ないように言うと量子力学の,あのなんか例えば非交換関係 AB-BA はゼロにならないっていうねこういうノンアベリアンな数学とか出てくるってのはすごい。 ことなんだよだからそこで数学が使えたっていうのはすごいことなんだけどだから数学がすごいことは間違いないわけ。であのそれはあの数学的な秩序が例えばそうだな保存則エネルギーの保存則とかそういうものと対称性対称性が関係してるとかいうこともものすごく深い話でだからその対称性がある時に保存則があるっていうね 例えばだからそ対称性っていう深いところに掲げてる対称性が数学的な言語で見つかるってこともそれは素晴らしいことなんだけどただ数学がじゃあ物理的な宇宙よりもユニバーサルなのかっていうと必ずしもそうではなくてなんか宇宙がこの形で成立するためにはっていうかな数学以外のあれ今我々が知ってる数学以外の何かが必要なんですよ。それれは次元で現れてるし 先行8年歯でもれてくるしそれからエントロピーでもられてくるしそれからあの量子学におけるレトロディクションプレディクションの話も出てくると。でその何かがまとわりついてってその何かというものが何なのかが分かんない。でそれもひょっとしたら数学で書けるのかもしれない将来は。だけど今のところはそういうことが書ける方法がないわけですよ。だから物理というのは数学言語を使ってるんだけど。 よよくそのこの回は物理的か物理理的的かかじゃないかって話をすするわけですよねだからこういう回数学的にはあるんだけどそれは物理的な回ではないから落としましょうみたいな話をするわけなんだけどそういう意味においてはやっぱりあの物理は数学だけでは説明できないというか。であのだから 物理が偉いのか数学が偉いのかって論争ってあって、で、その。数学の方が偉そうに見える様相が多いんだけど、いやいや、そうじゃないだろう。あの、アインシュタインはね。あの、相対性理論とかを作るときに、やっぱり物理的な直感というものでやってたわけですよ。で、それは数学的には、あの。ミンコフスキーのやったような時空とかに落とせるんだけど。でも。その落としちゃった後の数学的な展開よりも。 愛知タイが持っていた物理的な直感の方が実は大事だったりする本質だったりするんですよね。だから僕はこっちの方が考えるべき、両方の側面だと思う。だから数学が純粋なそのえーと理念の話としては現実の物理の中で展開されているものよりもより広い一般化的一般的な問題を提起しているってことも事実だと思う。一方で物理的な世界が今言われている数学の 展開以外の何かをまとわりつけてることも事実だと思うだから正確に言うとこれ両方があるってことなんだと思うでもタイトルの場合は上の方しか考えられない傾向があるのかなと思うんですよねあとそうそうあの池上隆なんかもよく言ってることだけどそのセロトマトン的な形で書けることってあるんだけどそれはあのそこで例えば生成とか起こるんだけどそれは解析会はないんですよね 例えばだからライフゲームなんか一番わかりやすいとみんながよく知っている例だと思うんだけどライフゲームとかでいろんな絵画が出てくるんだけどそれを一般的にきれいに数学で一等両断にあのなんていうかな分析するようなものはないとだからきれいに分析できるものっていうのは逆に言うと一部分でしかない。でなんか実際にあるものってもっと複雑で汚い。 物ったりすするわけですよでよもそこに生命ってのがあったりするわけ生命を与える方程式っていうのはおそらくなくて生命現象ってなんかいや汚いんだよねややこしいなんかいろいろうがーってあるわけだからそのうがーってあるものが実は本質ででもひょっとしたら生命というところでそういう汚さとかがうがーっと創発するんじゃなくてもともとこの、えー、といろいろ物理の根底にある次元とかわけわかんないことを、えー、と考えるとですよもと宇宙というものが 数学を超えたそういううがーっと汚いものっていうかなんかまとわりついているものによって支えられているってことはあるんじゃないかなと思うんですよね。